うさぎばらさんありがとう。これでうなじを食べて頑張って。ありがとう、うなじを食べる。うなぎってさ、こうね、あんま食べてないかも。うなぎのさ、なんかかば焼きの汁でさ、ご飯食べることはよくあるけどさ、うなぎはなかなかないかも。なんで汁だけあるのよ。だってね、うなぎ高いじゃん。あ、鈴木啓太くんかな。うなぎ代の写真ありがとう。もう大丈夫だよ、みんな。うなぎ代めちゃめちゃもらったから、うなぎ代ありがとう。食べれる、これで。うなぎの消費税代消費税まで払ってくれるの、ありがとう。電車賃も来る。やめて。あ、待って。あ、大丈夫だったね。もう大丈夫だよ、みんな。山椒代ありがとうね。あ、ひつまぶしはね、知ってるよ。なんかあの角刈りにするんでしょ。角刈りのさ、うなぎをさ、あれ、あ、飯にさ、あの乗せて、あのお茶を注ぐやつでしょ。それ知ってるよ。角刈り違う、何刈りっていうの、あれ。あ、角切りか。待って、イラスト屋さんでさ検索してみるよ。お腹鳴っちゃう。こんなんお腹鳴っちゃうよ。待って、すごい今、あのマグマの悲鳴のようなお腹が鳴っちまったので、そろそろ終わるよ。ゴゴゴゴゴゴゴって言った。そろそろ噴火する。あー声でかき消した、今。もう終わるよ。もう終わります、みんな。もう終わり。エンディングメイキングタイム。ひつまぶしを食べに来たよ。でもリスナーさんに邪魔されたよ。でも今度は優しいから怒らなかったよ。エンドでした。よいしょ。はいはいはい。あー、これがひつまぶしというものか。美味しそうだな。いただきます。ぬく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 。なんだ、どう、こいちゃん、びっくりした。ひつまぶしの中に隠れてたんだ、ずっと。あー、苦しかったなー。一緒に食べようよ。あー、でもさー、そんなさ、人が入ってたのなんて食べれるわけないじゃん。あ、こうにちゃん、ごめんね。僕、なんてことしてしまったんだろう。あ、でもこうには優しいから怒らないよ。おいで。一緒に食べよう。ほんとに？やったー。食べてあげるよ、こうにがね。うーわー、まん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 。あー、美味しかった。また食べたいな、ひつまぶし。ちょっとホラーっぽくなっちゃった。美味しかったよ、みんな。ありがとう。じゃんじゃん。